続いては7号車カースポット太田のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーグリーンの斉藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週はどんな車をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回のおすすめ車はレガシーアウトバックを紹介します。では早速評価書をご覧ください。内装星2つ半、外装星3つ、評価点は5点です。なかなかの高評価ですね。はい、ではじっくりと見ていきます。では斉藤さん、はい、今回のアウトバックのグレードから教えてください。アウトバックは2つのグレードがありますが、こちらのお車は最上級グレードのリミテッドです。グレードの違いとしては具体的にはダークメタリック塗装の18インチ大型アルミホイールが標準装備になり、フロントグリルがメッキ調へ変更、またフロントリアのバンパーとサイドのメッキ加色が入ります。外観だけでも見てすぐに分かる大きな違いがございます。そうですね、大型のアルミホイールとメッキの差し色が入るだけで一気に高級感が出てきますね。人気のグレードはちなみにどちらになるんですか。はい、割合としてはリミテッドの方が多い気がします、うん、またオプションでの装備としてパワーリアゲート、こちらがついているのもおすすめポイントです。最初からいろいろな装備がついているので、こちらのグレードを選ばれる方が多いんですね。はい、またパワーリアゲートといいますと、運転席や鍵から後ろを開け閉めできる機能ですよね。はい、そうです、私もよく使うことがあるんですが、大きな荷物を両手に持ちながらボタン一つでドアの開け閉めができるので便利です、うん、はい、また特に雨が降っているときは重宝しますね、リアゲートが雨よけの代わりにもなります。そういった使い方もあるんですね。私だと趣味の釣りで荷物が多いので、まあ、離れたところから簡単にドアの開け閉めができたら、いや、とても楽ですね。はい、うん、その他のおすすめはいかがでしょう。はい、リミテッド専用のスタブレックスライドというダンパーがついております。レガシーならではの上質な走りにさらに磨きがかかるものになっております。他の車にはないコーナリング時の安定性や荒れた路面での快適な走りが可能になります。実用性ではなく走りもしっかりこだわりたい方におすすめです。車高が高い車ですと、はい、どうしてもコーナリング時にロールしそうなんですが、アウトバックはいかがですか。はい、関さん、釣りに行く際に山道を走ることがあると思いますが、ご安心ください、うん、車体が沈み込むようなロール感は感じません。軽快なハンドリングを楽しめると思います。そこまでおっしゃられると、実際にね、遠出の際に乗ってみたくなりますね。では続いて車内も見ていきましょう。さあ乗り込みました。全体的な印象としては、斉藤さん、内装も結構高級感がありますね。はい、こちらリミテッドのグレードになりますと、本革シートが標準装備になります。はい、また寒い季節に嬉しいシートヒーターもついています、うん、さらにステアリングヒーターまでついております。お、関さん、ハンドルの右下にあるレバーを実際に引いてもらっていいですか。はい、ちょうどこの操作しやすい位置にありますね。はい、これを手前に引きますと、あ、オレンジ色のランプがつきましたね。で、こうして握ってみますとね、すぐに暖かくなってくるんですよね。速攻性もあるので、これとても今の時期、寒い時期には助かります。その他のポイントについてはどうでしょう。はい、内装の質感もおすすめポイントですが、なんといっても運転席からの視界の良さ、広さがおすすめポイントです、うん、A ピラーの角度が立っていたり、ドアミラー横の三角窓はがこちらが肝で、車体が大きな車ですが、ボンネットの先まで見えるので車両間隔はつかみやすいと思います。言われてみれば、前方左右と視界を遮るものはありませんね。大きな車に不慣れな方でも、この視界の広さがあれば運転に不安がなさそうですね。また地上高も高い車になりますので、背の低い障害物もよく見えます。はい、設計段階からそこまで計算して車作りをしたそうです。スバルの車はレガシーだけではなく、すべての車が安心してお乗りいただけます。全車種で安全に配慮した車なんですね。ではこの車には、斉藤さん、どのような安全装備がついているんでしょうか。はい、安全装備のアイサイトバージョン3、後退時ブレーキアシストや誤発進、誤更新抑制制御機能、またアイサイトセーフティープラスで高速砲の警報装置やフロントサイドビューモニターまでついております。安全なボディ設計にサポートしてくれる安全装備がついていますので、急な飛び出しなどのヒヤッとするシーンが減りそうですね。
また通勤の際や遠出の際も運転に集中できるのでドライブが楽しみになりますね。では斉藤さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。平成30年式、走行距離はおよそ43,000キロ、令和3年12月まで車検がついております。注目のお値段もお願いします。消費税込み275万円です。なお、諸費用リサイクル料金は別途申し受けます。7号車カースポットオータのおすすめ車、平成30年式レガシーアウトバックリミテッド AWD-CVT、 お値段は275万円です。さあ斉藤さん、今回はレガシーアウトバックをご紹介いただきましたが、今週もですね、このアウトバックに何か訳をつけていただけませんでしょうか。はい、グラスコーティングガードコスメ SP を施工して納めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約いただいた方にはグラスコーティングガードコスメ SP を施工して納めさせていただきます。詳しくは電話番号 0276-453933 カースポットオータまでお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いします。では斉藤さん、この後は気になる車もありますので、また車を見させていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。それでは行ってきます。